次戦女子大の問題ではいきます。怖いな。日本で一番出るって言ったのに本題始まりました。もちチャンネル。さあ今回はピチェ。はい、こんにちは、マリルイです。はい、受験終わりました。終わりました。はい、ということでどうだったのか、今回は問題来てるので、はい、見ていきたいと思います。はい、戻ってこなきゃいいのにと思いました本気で次戦女子大の問題、出来たてほやほやの問題を解いていきたいと思います。というか、まあ、答え合わせしていきたいと思います。はい、怖すぎますマジで。はい、空中補充からいきましょうか。あ、空中補充からいくんですね。はい、私も空中補充から解きました。長文だと視聴者見ないからあ、そっかではいきます。怖いな。 Would you help me clear the table? 正解です大丈夫ですね、大丈夫ですね。奇跡起きた奇跡じゃないこの間動画撮った時にヘルプ人原型ってやってるから、よかった、ちょっと やってる覚えてますか。この間ここ来て喋ったやつですよ。覚えてますか。本当ですか本当人と言うとヘルプ人原型って。よかった、マジよかった、The noise of the machine was so そっか、ここ書いちゃったらネタバレしちゃうからダメノイズじゃないです。ノイの意味は知らなかったこの機械はすごいうるさい、うん、そうです。だから、うん、その勉強するのが、うん、大変というか難しいみたいな。そうそうそう、はいはい、だからうるさいから、感情の原因を与えるのは ING ですね。感情の原因をもらうのが、人が主語の時がサプライズのやつですか。そうです、これそれです。私これソーザット構文だと思っちゃったんですよ。ソーザット構文ですよ。あれ、ソーザット構文ですよ。ソーザット構文の間に挟まるものって、はい、挟まってます。過去形とかじゃなかったっけ。何過去形って、いや形容詞ですね。タイヤードって書いてあって、これソータイヤードザット、なんか疲れすぎて何々できないっていう。ああ、それは人の場合ですよね。これ人じゃないんで、人 was annoyed ですからね。過去になってるってなんか思って、物事だった場合は ING です。過去じゃないです、これ過去分詞ですからあ、そっか乗ってたのに参考書に出て、やっちまいましたね。これは This racket is mine. I used to ですね。うが正解ですね。あ、used ん used to、 あ、過去形だったってことですか。かつてによくないんでしょ。これが文法問題で日本で一番出るって言ったのに一番出る問題って言ったのに used to が、 used to、 used to と be used to の違いっていうのが日本で一番出題される。そうか、はい、ってことで文法知識がやっぱりなかった、はい、はい、で次 Lucy was swimmer in our class。 はい、ダプラス最上級流行ってますね。よかった。で次が I saw her なんとか on the street with her friend で、あ、SVOC は、はい、ING ですね。はい、近く同士合ってますか。合ってます、はい、よかった。近く同士だとかって思ってました。全く思ってないです。いやいや、それダメだ原型か ING ですね、うん、はい、次はやはり家庭法出たな。 If it had not been snowing so much I なんとか yesterday ってついてこれじゃ今のことになっちゃいます。 would come だったら、あ、ってことは would have come ですね。家庭法過去完了。惜しくありません全然惜しくありません。やはり文法が弱いめちゃくちゃ弱いI had difficulty walking on the road because これは言い換えるんだね。 Walking on the road because of the terrible rain. The terrible rain made it difficult for me to walk on the road. はい、合ってますね。え、合ってますか。合ってますよ。 It to 構文ですね。よかった。お腹の部分に It to が入ってる。え、知ってました。これでも To だから It 選びました、ちゃんと。はい一応線引いてあるから。なんで線引いたんだろう。 Have difficulty ing と make it difficult to do の言い換えですね。次 Polly said let's have lunch at the new restaurant. Polly suggested that we have lunch at the new restaurant. 流行ってますね。やった。これ提案してんですよね。そうそうそう、これやりましたね。あの動画撮った時にやったやつですよ。やりましたっけ。覚えてない。やったのに。やりましたっけ。やったよ、サジェスト。だからもう最後の最後のスポークとサジェストで迷って、やったのにサジェストザットあ、なんか SV 原型ってやったよ。ちょっと自分の出た動画見てでもなんかそのサジェストっていう単語にすごいピンときたってことは、その記憶がかすめてたんだと思います。覚えてます、あのテルヒトザットの問題で、 あれでサジェストがいて、あれです、あの時に喋ってたやつですね。出るんですよ、喋ってたことが、はい、はい、すごい。それは She was nice enough to let me use her cell phone. She was so nice that as to の部分ですね。
as to の構文です。はい。Wow. Enough to と、はい、so as to の言い換え、はい、よくありますね。To learn about the incident, Peter not only watched the news, but read the newspaper. To learn about the incident, watching the news, Peter read the newspaper. なんとかに加えてっていう表現ですね。ってことは、いいですか？いいです。Besides ですね。Besides ing。何々に加えて。Not only but also で選んじゃダメです。Not only です。やられましたね。はい、今の両方とも半分です。半分です。文法。さあ、並べ替え問題。毎日どのくらいの時間をあなたは英語を読むのに使いますか？ How much time do you spend reading English books? 合ってますね。はい、よかった。はい、彼女がこのような難しい役を何年も演じ続けているのは驚くべきことだ。そうなんだ。It's amazing。 ほら、同じポイントですよ。この annoying と amazing。 本当だ。 That she has been playing such a difficult role for you。 合ってますね、はい、この位置間違ってないですね。怖いわ。怖いです、それはちょっと。外で私の名前が呼ばれるのを聞いたとき、私はテレビを見ていた。そうなの。I was watching TV when I heard my name was called outside。 合ってます、はい、これ並べから全部合ってました。奇跡ですね。奇跡じゃない。文法ですね。問題は、はい、半分か、はい、続いて会話問題。やっぱ半分だ。半分です、半分ですか。さあ、そして長文です。赤ちゃんが喋り出すってやつでしたけど、マジでこれは本当に全然。ということで、うん、さあ何問できたのかを見ていきましょう。したら、はい、まあ、ほとんど早送りだけど。大門さんが6分の3、半分ばっかり。で、次大門4が6分の2、だから半分ばっかり。で、全部で6分の6ですか、これ。3、まあ、6点にしたければいいですけど。あれ、これ、1、2、3、4、5、6って数え、そういうふうにはなってないですよ、違います。あ、そうなんだ。2つできて、まあ、でも3分の3。ってことは、これ、多分過去問の中でも過去1でできました。できたんかい。一番できました、多分。計算していきましょうか。31問ありますからね。31、14、16、19ですね。19か。ということは計算すると 61%。 あ、でも結構できてるな。結構できてるな。いや、でも和洋女子より難しいと思いますよ、過去問を見る限りは。あ、本当ですか。単語のレベルが高いから、こっちの方が、うん、イマージとかも出てたし。イマージ、現れる。ベイグとかね、曖昧。ベイグ、はい。そして国語の方でしたか。はい、まず最初が現代文ですね。これでもできたっていう感じが、持続可能性出てるじゃないですか。サステイナビリティじゃないですか。サステナブルですね、うん、サステナブルディベロップメントっていう、うん、あ、結構問題数多いんですね。うん、そうなんですよ。18分の14と、はい、大文字して、あ、漢字結構あったんですね、はい、ありましたね、うん、で大門の2がファンタジー小説、小説でしたね、小説の問題が、10分の6、6割、はい、結構自信あったのに。最後が文学史。あ、マジで意味わかんなかったですこれ、はい、文学史の内容。え、過去も文学史出てたんですか。出てました。でもなんか意味わかんねえなと思いながら、三田文学、はい、新潮、白樺派ね、はいはい、私はこの辺得意だったんで。暗記すればいいだけじゃないですか、めちゃめちゃ簡単。確かに暗記すればいいだけといえばそうですね、はい、で文学史が8分の2、ボロボロ。そうか、文学史ぶち込んでおけばよかったですね、それだったらね、はい、やんなかったんですよね。じゃあやんなかったです。ということで36分の22、 OK、 はい、61%。 すごい、一緒です、ね、同じ 61%。 60で受かるんですか。皆さん、受けた方というか知ってる方、実践女子大は 60% で合格できるのかお知らせください。どうします、8割とかなきゃダメですよとか来たら。いや、でもその可能性大ですよね。なんたって現代文と英語しかないですからね。はい、6割か。どうだったんでしょう。さあ、まあ、和洋の方は分からないので。分からないです。次回はいよいよ合格発表ですので。はい、はい、怖っ。怖いです、私も。キットカットが置いてあるじゃないですか。今夜家族会議しますよ。チラッとかいろいろあるんですよ。受験じゃないの。受験じゃないみたいですこれ。勝手じゃないんだ、はい、はい、ということでした。じゃあ次回をお楽しみに。お楽しみに。何日でしたっけ。8日です、2月。すぐじゃんっていうね、はい、和洋女子が8日、
和洋、いや実践女子が2月8日で、はい、和洋女子は今日です。え今日なの？今日今出てんですか？いや多分まだ出てないですね。何時出るかちょっと、まあじゃあとりあえずご視聴ありがとうございました。今日だったの？はい。